はいはい、皆さんこんにちは。ということで本日の企画はこちらとなっております。ドドン、はい、みんなでフェリーに乗ってきたよとなっておりますね。はい、ありがとうございます。さあ早速釣りサムネとタイトルの方ごめんなさいねといった形になっておりますね。さあこちらの映像の方見ていただいて分かる通り、はい、隣に座っておるのが私の妹でございますね。はい、顔がそっくりなわけでございます。さあその妹を引き連れてですね、ちょっとフェリーの方乗っていこうかなといった感じなんでございますが、もうヨモちゃん楽しすぎてね、顔がぐっちゃぐちゃになっておる次第でございます。いつもだったらね、大ちゃんとヨモギ、そしてで父ちゃんの3人だけなんでございますが、こうやって妹が1人いるだけでね、あのヨモちゃんテンション爆上がりなわけでございます。そして顔似すぎ問題となっておりますね。本当にそっくりでございます。さあこんな感じでね、ルンルンのヨモちゃんを引き連れて、ペット OK の、フェリーが神戸の方にあるみたいなので、そちらの方乗っていきます。よろしくねと。はいはい、無事到着いたしまして、大ちゃんヨモちゃんを引き連れて、さあフェリーの方に乗っていこうかなといった感じでございますね。さあこんな感じでフェリー乗り場の方にてってこてってこと移動しておるわけでございますね。さあ、ヨモちゃん大ちゃん、今日は暑いですがね、フェリーの上はあの風もあって快適かなといった感じでございますので、みんなの方でね、このフェリー乗り場の方に向かっておるわけでございます。もうヨモちゃんはルンルンですね。早く行きたいわんと、あの早く乗るわんといった感じで、こう父ちゃんはあのじゃあ待っててねと、あのフェリーのちょっとチケット買ってくるねと言ったらですね、あの来た時間が若干早すぎてですね、はい、ちょっとまだチケット売ってねえよといった感じでございますので、ちょっと待機でございます。まあただ待ってても暇なので、はい、こちらアイスクリームの方をね買ってきましたね。こんな感じで、まあお前もお食べと、はい、妹の方に1個アイスクリームを渡しまして、ヨモちゃんとね大ちゃんとシェアして、僕たちでね、あの待ち時間を堪能していこうかなといった感じなんでございますね。このペロペロがねめちゃくちゃ可愛いでございまして、ほんと大ちゃんヨモちゃんのねアイスペロペロタイムたまらんでございますね。さあこの日ねめちゃくちゃ暑くてですね、多分37度ぐらいあったんじゃないかな。なのでね、アイスが一瞬で溶けていくわけでございます。そんなアイスをね、あのさっさと食べようと、ヨモちゃんがね、ガブ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 とやって、食べ方がね、もう持っていき方がえぐいわけでございます。さあこんな感じでね、笑顔あふれるヨモギちゃん、そりゃそうでございますよ。こんなね、みんなでフェリーに乗ってアイスクリームペロペロしてね、あのたまらんわけでございます。さあそして、妹の方からもね、アイスの方を強奪していくヨモギちゃん、もういつもだったらね、こう父ちゃんのやつだけで終わりなんでございますが、妹がいればね、その分もいただけるという、はい、お得な制度となっておりますので、ヨモちゃんしっかりとね堪能しておりますね。そして一口でも多く食べようと、すぐねこうかぶりついてくるわけでございますね。ほんとヨモちゃんはしたたかでございますよ。さあこんな感じでね、ペロ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 しておりますヨモちゃん、アイスクリームの方をね堪能いたしまして、さあ父ちゃん残ったコーンの方を食べまして、さあこの待ち時間もねだいぶ有意義に過ごせている感じでございますね。ではそろそろ時間の方になってきましたので、フェリーの方乗っていこうかなと思っております。よろしくね。さあいよいよフェリーの方に乗船となってまいりました。さあヨモちゃん大ちゃんを引き連れてですね、フェリーの方に向かっておるわけでございますが、ちなみにこの日ね、あのペット連れのあのお客様はうちらだけでございましたね。なのでね、かなり目立っておりますね。しかも大型犬と猫ちゃんというかなり珍しい組み合わせでございますので、みんなからね、すごいなんか可愛い、大きい、猫ちゃんみたいな感じでね、ジロ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 見られたわけでございますよ。まあもう慣れておるものでございます。さあこんな感じでね、ヨモちゃん大ちゃんとさあ上のね、あの3階席の方に行きまして、さあ青空の下ですね、さあこんな感じでフェリーの出航を待っておるわけでございますね。さあヨモちゃんもルンルンでございます。あ、海だわんと、すごいわんと、なんかすごい大きいとこだわんといった感じでございますね。さあヨモちゃんも大ちゃんもさマイペースにねこうやってくつろいでおるわけでございますね。さあ乗船してから大体30分ぐらいで、あの出航の方をあのしていく感じなんでございますが、もういろいろねこう見たりねこう撮影してたらあっという間でございますよね。あのどん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 動き出してですね、大ちゃんも動き出したらね、なんだにゃんと、なんか急にガタガタするにゃんといった感じで、こうやってあの外の景色を堪能しておりましたね。いやなんか海が似合っておりますね。大ちゃんさすがでございますよ。美猫ちゃんでございますからね。さあこんな感じで神戸のね、町の方をフェリーの方から眺めまして、1時間のゆったりとした船旅となっておりますね。さあこんな感じでなんかよくわかんない工業地帯みたいなのを見たりですね、海の方を見たりと、みんなで堪能しておるわけでございます。さあ父ちゃんだけではございません。本日はね妹もいますので、ヨモ、ちゃんはねその妹とたっぷりとねこの海の方を堪能しておるわけでございますね。さあ人が増えればチャンスも増える。さあそろそろご飯タイムとなっておりますよ。さあ景色よりも食となっております。さあさあお腹空いてまいりましたので、船旅といえばご飯でございます。さあこちらのハンバーガーの方をね、注文させていただきました。そして、ヨモちゃんはねいつも父ちゃんだけなんでございますが、やっぱり妹がいることによってですね、あのチャンスが2倍となっております。さあパンクレバンと、あのそのパン部分をすべてヨモギによこすわんといった感じでね、こうぐいぐい見つめておるわけでございます。そして一生ねこうプレッシャーをかけていくわけでございますね。いつも父ちゃんだけだったらね、あもう絶対くれないわんと、父ちゃんこれ以上くれないわんといった感じで、あの諦めるんでございますが、
もう妹にはグイグイでございます。一生待っておってプレッシャーかけていくスタイルとなっておりますね。さあそんなあのよもぎを横目に大ちゃんはね、あの海のあの景色の方を堪能いたしまして、とても優雅な船旅となっております。うん、いい風だにゃんと、うん、たまらんにゃんと、最高だにゃんといった感じでございますね。さあこんな感じで奥の方には明石海峡大橋が見えておりますよといった感じのアナウンスを聞きながらですね、こちらの景色を堪能いたしまして、さあお昼ご飯の方を食べておるわけでございますね。さあそしてあの船がね走り出したらやっぱりね、あのかなりあの風が気持ちいいわけでございます。まあ、そのねあの風のおかげでだいぶ涼しくなりまして、過ごしやすくなった結果ですね、さあヨモちゃんの食欲が止まりませんね。さあこちらワンちゃん用のピザも注文しておりましたので、そちらの方パクパク食べておりますとですね、 なんとあのインスタの方載せていいですかと、はい、あの声かけていただきまして、なんか載ってるらしいでございますよ。父ちゃんちょっと確認してないのでわかんないんでございますが、ちょっと興味ある方はね見ていただけたら幸いでございます。さあそんなこんなでヨモちゃんね、ピザの方もペロリと平らげまして、さあこちらの方のお水も飲んでおるわけでございますね。こちらもね、船の方からサービスでいただきました。本当にありがとうございます。さあそしてねなんかドッグフードもあの食べてくださいと、あのこれもなんかサービスでねあのいただけるみたいで、ちなみにあのペットあの乗船に関しましてはあの値段はね追加料金はいらない感じになっておりますね。だからとても良心的なわけでございます。さあそんな、ドッグフードの方ですね、大ちゃんも食べていきまして、もういいにゃんと、満足だにゃんと、ここいい感じだにゃんといった感じで、あの大豆くんのお眼鏡にもかなったわけでございますよ。こんな感じでペロン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 しております。さあヨモちゃん大ちゃんですね、しっかりとご飯の方を食べまして、だいぶ満足のゆく船旅となっておりますね。ただねヨモちゃんまだ若干足りないわけでございます。そんな中ねあのアイスクリームを食べておった妹さんの、そのアイスクリームのねあの冷やすあのためについてきた氷をねむさぼり食っていくスタイルとなっておりますね。さあヨモちゃんあっちっちでございますよ。さあだいぶね風があって涼しくなって、あの過ごしやすいとはいえまだまだ暑いわけでございまして、さあ氷の方をバリ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 食べまして、さあ残りの船旅の方を堪能していきますね。よろしくねと。さあお腹も膨れまして、あとはねたっぷりゆったりとね景色の方を堪能していくだけでございますよ。さあこんな感じでねヨモちゃん大ちゃんともにですね、さあ風を感じながらですね、さあ海の船旅、さあこちらの方をね堪能しておるわけでございます。さあさあ大ちゃんヨモちゃんともにですね、海の方はねあの何度も見たことはあるんでございますが、こうやって船に乗るっていうのは初めてでございまして、さあ大ちゃんはね特に興味津々でございましたね。こんな感じでこうなんか外を眺めたりね、どってりと、はい、あの貫禄をねあの醸し出しながらこう船をあの見つめるこう男らしい姿をねあの披露しておったわけでございます。さあヨモちゃん大ちゃんともにですね、こんな感じですごいにゃんすごいワンといった感じでなんか喋っておるような感じでね、キョロ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 と、景色の方を堪能しておりましたね。さあヨモちゃんあっちっちと言いながらもですね、こうやって外の景色を堪能いたしまして、そして隣のねなんかこの空港かなの、あれでこう飛行機の離発着も見れるという、はい、なんかベストタイミングのね船旅となっておるわけでございますね。さあそしてね今回あの撮影に行って思ったわけでございます。こう父ちゃんいつも一人なんでございますね。そうするとですね大変なこともたくさんあるわけでございますが、こうやってね妹が一人あのやってくれるだけでね、とてもあの撮影が楽なわけでございます。さあこんな感じでヨモちゃん大ちゃんを撮りながらね、海の景色を堪能いたしまして、気づいた父ちゃんあの疲れてねあの寝ておりました。寝ててもこうやってカメラが回っている、なんと素晴らしいあの精度でございましょうか。あの妹様様でございます。とりあえずアイス1個でめちゃくちゃコキ使っていくわけでございますね。さあこんな感じでヨモちゃんもねあの風に当たりながらのんびりとね、ゆったりと休んでおりましたね。ヨモちゃんもグー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 寝てて、大ちゃんもこんな感じでうん眠たいにゃんといった感じでね、あの風が心地よかったのかのんびりとね1時間の船旅を過ごしておったわけでございますね。さあのんびりと景色を堪能しております大豆くん、そろそろ1時間の船旅終了となっておりますよ。さあお疲れ様でございました。そろそろ帰りますねと。さあさあ1時間の船旅はあっという間でございましたね。ご飯を食べてのんびりと景色を堪能いたしまして、さあ涼しい風に当たりながらねぼーっとしとったら、気づいた父ちゃん寝ておりまして、船旅の3分の1ぐらいは寝ておりました。はい、あの後半の方はあんまり記憶がございませんが、まあ、楽しかったのかなといった感じでございますね。さあ帰っていくときにですね、ちょっとトイレの方に行ってきますよといった感じなんでございます。さあそして妹のトイレ待ちでございます。こんな感じでね、うん、どこ行ったなあいつはと、
父ちゃんに顔そっくりな女はどこ行ったのやと、大ちゃんが騒いでおるわけでございますね。まあ、とりあえず待っときなさいと、今トイレ行っとるからねといった感じでこうやって待っておるわけでございますね。さあヨモちゃんもこうやってのんびりと待っておるわけでございます。うん、早くするわんといった感じでございます。そして帰ってきたらね、はいはい、お帰りなさいねといった感じで2人がじーっと見つめておるわけでございますね。ちなみに父ちゃんの方もね、ちょっと帰る前にトイレの方行ってきますねといった感じで、父ちゃんの方が行っております。そうするとですね、行くときに父ちゃんどこ行くにゃと、大豆を置いていくなにゃんと、ヨモギもね、あ寂しいわんと、父ちゃんどこだわんといった感じでこうやって2人でね、じーっと見つめておってですね、大ちゃんはもうずっとニャー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 泣いておるわけでございます。ちなみにこの映像をね、妹からいただきましてね、永遠にこう泣いておるわけでございますよ。もう大ちゃんもね、ヨモちゃんも父ちゃんのことが、あー大好きだね、あ父ちゃんも大好きだよといったところでおしまいでございます。ではおまけも見てね、バイバイ、ありがとうね。はいはい、本日も最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ありがとうございます。さあこちら父ちゃんの実家に泊まっているヨモちゃんとダイちゃんの様子でございますね。さあヨモちゃんダイちゃんですね、なんとおじいちゃんおばあちゃんがなんか大好きみたいでございまして、さあこんな感じでね、なで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 されておるわけでございますよ。さあヨモちゃんはね、じいちゃんがデイサービスに行く前に癒しを与えておるわけでございます。じいちゃん行ってらっしゃいだワンと、こんな感じでなでるワンと、じいちゃんをこき使っておるわけでございますね。そしてじいちゃんが行った後ですね、ばあちゃんがこうなんか生協かな、なんかあれでチラシでこう印をつけとったらですね、その印いいわんと、ヨモギをなでなでするわんと、いった感じで、こんな感じでチラシの上に乗っかりまして、なでなでを強要しておるわけでございます。さあ大ちゃんはですね、こんな感じで階段の方でうとうとしておりまして、隙あらばちょっとなでるにゃといった感じで歩み寄ったりしておるわけでございましたね。さあうちのワンニャ、やはジーバーを癒してとてもいい感じとなっておりました。ではまた見てね、バイバイ、ありがとうねと。